ダイエットにおすすめの美味しいおやつお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げています。そちらもぜひ受け取ってください。それでは今回の動画のテーマということで痩せる、まあ、美味しいおやつなんですよね。その痩せるポイントをお伝えしていきます。一つ目です。なぜこのおやつを食べても、まあ、痩せることができるのかというその理由ポイントについてお伝えしていきますね。ポイントの一つ目はあなたの腸内環境を整えてくれる材料が使ってあるからなんですよ。いかがですか？あなたはダイエット中どんなおやつ召し上がってますか？私のこの YouTube チャンネルご覧いただいている方とかですね、まあ、クライアントの方々からよくご意見いただくのが、もう先生の YouTube チャンネルで紹介しているおやつも全部美味しいってね、すごくね喜んでくださってるんですよね。先生がおっしゃるおやつだったらもう安心して食べれますってね、でもねついつい美味しくて食べ過ぎちゃいますとかねおっしゃってくださる方も実は多いんです。わかります。美味しいとねもうついつい手が進んでねこう食べちゃうじゃないですか。なのでやっぱりどんなにねダイエット向きのおやつだったとしても、もちろん食べ過ぎてしまうとねカロリーオーバーですから、量はやはり事前にも測ってね、今日はこれだけ食べるんだって決めていただいて、私も食べるようにしていますし、またそうですね、間食としておやつを食べないっていうのもポイントですよ。そうすることでデブホルモンですね、インスリンが出る回数が減りますから、その都度ちょこ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 食べてしまうと、その血糖値が上がる機会を与えてしまって、そのためにデブホルモンを出すと太ってしまいますから、私はどうしてるかというと、おやつも食べたいんだけども間食で食べちゃうと太っちゃうので、私はお食事の一部として同じ時間帯におやつも食べちゃいます。そうすると満足感もありますし、食べ過ぎ防止にもなりますし、食事の量もコントロールできるので、上手に工夫して今でも美味しく食べています。ということで、その腸内環境を整えるおやつだからこそ、まあ、安心して食べることができるんですよね。そうではないと、いくらカロリーが低かったとしても腸内環境を汚すような食材でできているものを食べちゃうと、腸内環境が乱れてしまって、結果あなたの腸内に住み着いている、まあ、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えてしまうんですよね。例えば甘いお菓子とか脂っこいものとか、そういったものはもうデブ菌たちの大好物なので、やったーっていうことでどんどんねデブ菌を増やしてしまう、元気にしてしまうわけですよね。その結果痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがもうキャーってねいなくなっちゃいますから、とにかくあなたの腸内環境は痩せ菌たちです。善玉菌たちが心地よく暮らせる環境を作ってあげることがもう大前提になります。そうするとあなたは根本的に痩せ体質になることができるんですね。では次2つ目です。あなたが召し上がるおやつはもう無添加にしてくださいということですよね。添加物たっぷりのお菓子おやつを食べてしまうと太ります。それは例えば化学調味料であったり、香料、人工甘味料、合成着色料などなどがいっぱい入ってるおやつがもう残念ながらほとんどと言っていいほどお店には置いてありますから、こういったものを食べないことがイコール腸内環境を整えるってことに全部つながっていきますから、そういったおやつを選んでいきましょうね。では2つ目の項目です。何を気をつければ良いのでしょうかということで、先ほどお伝えしました腸内環境が整うものをベースに選んで、その逆です、腸内環境を乱してしまうものをカットしていけばいいということでしたよね。そのカットしたいものは何かというと食品添加物です。この添加物が入ってしまうとあなたの腸や肝臓に負担をかけて、結果食べても消化吸収ができなくなってしまうんですよね。そうすると食べても食べてもあなたは栄養不足になっている可能性があるんですよ。特に食べ過ぎてらっしゃる方っていうのはもう腸と肝臓がもう疲弊してしまって、もうちょっと働けませんこれ以上ってなってますから、食べても食べても全然栄養が取れてないっていうことになるんですよね。そうすると大変なことが起きるんです。あなたのお体で痩せるためのホルモンが作れなくなったり、味覚を正常にしてくれるホルモンがうまくこう働かなくなったりということで、味覚がおかしくなってどんどん太りやすいものが
欲しくなっちゃう、やめられない、止まらないってことになるんです。なので太るわけですよね。では具体的にその食品添加物ってどんなものなんですか先生っていうね、ご質問もありますから、ここでさらに詳しくお伝えしていきますね。まずはお菓子の裏の原材料をチェックしますと、そこに調味料カッコアミノ酸などと、ね、こう書いてあるものが実は化学調味料で、今は化学調味料という言い方よりもうまみ調味料とかも言われたりする、そのうまくねうまみ調味料って言われるとこうなんか美味しそうなね、お体にこう良さそうなイメージありますが、実は騙されてはダメです。それがグルタミン酸ナトリウムという要は化学調味料ですから、太ってしまう元ということになるんですよね。これを取ると先ほどと同じ腸や肝臓に負担がかかってしまいますし、もうそもそも病気になってしまいますから、もう今すぐね取るのをやめた方がいいです。そして次は甘みに使われておりますその人工甘味料ですよね。例えばどんな風に見極めるかというと、パッケージに糖質ゼロとかノンシュガーとかねカロリーオフとか書いてあるのにもかかわらず味が甘いというその不自然な食べ物ですよね。そもそも甘いということはカロリーがあるんです。それがないわけですから、脳がそういったものを食べるとあれおかしいなって思うんですよね。なんでこんな甘いものを食べてる割にはカロリー熱量、まあ、生きていく上で必要なものがね取れてないのと思って、もっと食べましょうってあなたに命令するんですよね。そうするとあなたはますます今食べたばっかりなのにまた甘いものが欲しくなる欲しくなる糖質ってね甘いものってなるわけですよね。もうそうするともう太る道まっしぐらに陥ってしまいますから、その罠にはまらないようにするためにもこういった人工的な甘いのにカロリーがないっていうのは避けた方がベストです。そしてもうワースト1位と言ってもいいぐらい取っていただきたくないものがこのトランス脂肪酸です。別名食べるプラスチックとね言われているぐらいお体にとってすごく悪いものになります。気をつけてくださってるとは思うんですけども、知らない間に取ってしまう可能性があるから気をつけていきましょうね。マーガリンやショートニングファットスプレッド等々こういった植物性の油の加工品ですね、こういったものに入っていますから気をつけていきましょうね。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回はダイエットにおすすめのおやつをローソンで選んできました。ランキング形式でお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。はい、瀬戸内産のカイエンを使ったポップコーンの塩味になります。これ結構ね大袋でしょう、これねかなり入ってます。塩とコーンの素材の味が楽しめるシンプルで優しい味わいです。ということで裏面を見てみますと、原材料名はコーンと植物油と食塩のみ、しかもこのお塩は瀬戸内産の海塩 100% 塩ということで、ミネラルがねいっぱい残ってるお塩だと思うんですよ。では早速開けてみましょう。さあこれはねさすがに一袋をね一気に食べるっていうのはね食べ過ぎですよね。一袋がエネルギーが452キロカロリー、 90g も入ってますので、もう何日かに分けて召し上がっていただきたいと思います。もう香ばしい香りがしてます。ではいただきます。こちらです。お塩もそんなに少なくて、こう本当優しい、ここ優しい味わい、もうまさにこの通りって味なんですけども、いいですよね。映画館とか行きますとやっぱりポップコーン食べたくなると思うんですけれども、やっぱりそういったポップコーンもこんな風に無添加のポップコーンにしてもらえると嬉しいなって思います。ではこのポップコーンの材料ですよね、トウモロコシの痩せる効果について簡単にお伝えしていきます。代謝の促進をしてくれるんですよね。ビタミン B1 とかアスパラギン酸があるので、要は太るもと糖質の代謝を良くしてくれる効果があります。でまた食物繊維が豊富ですから腸内環境が整いやすいんですよね。そしてまた血行促進や悪玉コレステロールも減らしてくれたり、むくみの改善効果もあるんですよ。では第2位はこちらです。はい、ローソンのベジプスです。こちらは1袋あたり190キロカロリーで 34g 入っています。でこのベジップスは何が入っているかといいますと、原材料名見てみましょう。さつまいも、
人参、かぼちゃのお野菜が使ってあって、それを植物油で揚げてあるというものですよね。もうシンプルです。ちょっと開けてみましょうね。いろんなこういったお野菜のチップス系って見かけると思うんですけれども、よく見るとやっぱり色、着色ですよね。着色料で綺麗に美味しそうに見せていたりとか、あとその余計な添加物ですよね。先ほどお伝えした調味料かっこアミノ酸だろって、あれがもうまずい、あれいつもね見かけるたびに入ってるから、もうなんでわざわざ入れるんだろうって、もう残念と思って、こうわざわざね手に取っては棚に返すということを繰り返していたんですけれども、こちらは大丈夫です。ちょっと見てみましょうね。わーすごい、ほんとスライスで丸ごと、はい、人参です。見えますか、人参。いただきます。なんか甘い香りがします。甘いですね。まあ、確かにさつまいも、人参、かぼちゃって生のままでも甘いお野菜ですから、チップスの後もっとこう凝縮されて甘くなってます。今度ちょっとかぼちゃいただきます。芋けんぴみたいですね。美味しい。あと最後さつまいもです。こんなね、これはちょっと油断すると一袋ペロリなので、まあ、190キロカロリーですからね、お食事と一緒に摂るといいかなと思うんですけれども、まあ、食べ過ぎには注意ですよね。はい、では今美味しく私が食べていたベジップスの野菜が持つ痩せ効果について簡単にねお伝えしていきます。まずさつまいもは腸内環境が整います。食物繊維も豊富なので、まあ、血糖値の急上昇も抑えてくれる効果が、まあ、連動してありますし、あと脂肪の蓄積を抑えてくれたり、食欲も抑えてくれる効果があります。はい、次は人参でしたね。食物繊維が豊富です。しかもこの人参1本がイコールバナナ 4,5 本分の食物繊維が取れてしまうということで、実はバナナよりもですね、人参ってすごく食物繊維豊富に含まれているんですよね。 100g あたりでなんと 2.4g も食物繊維が入っています。またビタミン C やベータカロテンも豊富なので、このおやつで栄養もしっかり取れますよということですね。はい、あと最後はかぼちゃですよね。不溶性食物繊維が豊富です。なので、まあ、結構繊維質が豊富なので、まあ、便秘改善にもなりますよということ、あと低 GI 食品ですから血糖値の急上昇を抑えてくれることで、その糖が脂肪に変わるのを、まあ、抑えてくれる効果があります。また低カロリーということで、かぼちゃもダイエット向きのお野菜ということになるんですね。では第1位はこちらです。はい、ローソンの黒糖ナッツ&ナッツということで、アーモンドとクルミの、まあ、黒糖がけということになります。黒糖の上品な甘さをナッツに絡めましたということで、糖質量が 7.1g、 食物繊維が 3.9g も取れます。ロカボ商品ですよね。さあ、裏の原材料名を見てみますと、黒糖アーモンドと黒糖くるみということで、まあ、ナッツだとアーモンドとくるみが入っていて、そこに黒糖とか黒蜜、食塩で味付けをされているというものになります。で、1袋 40g あたり 252kcal、 タンパク質もしっかりとれます。 5.9g、 あと脂質が 21.3g、 炭水化物が 11.0g のうち糖質が 7.1g、食物繊維が 3.9g 取れますということで、早速開けてみましょうね。こだわりのポイントと書いてありますね。一袋食べても気になる糖質が 7.1g、 確かにそうですよね。糖質が太る元ですもんね。そして不足しがちな食物繊維 3.9g を一袋で摂取できますって書いてますが、まあ、一気にね食べるのは食べ過ぎですから、数回に分けて召し上がってください。では開けてみたいと思います。なんかね、パッケージもおしゃれですよね。さあどうでしょう。ゴロッとね、丸ごと入ってますよ。全然この砕けてないので、例えばくるみなんかこんなに大きいのが丸ごとゴロンゴロン入ってます。ではいただきます。
あのやっぱり黒糖って美味しいですよね。白砂糖はやはり太るお砂糖ですけれども、黒糖はやっぱりビタミン、ミネラルが豊富、栄養がちゃんと残ったままなのでいいなって思うんですよね。ダイエット向けです。次はアーモンドもちょっといただきたいと思います。これぐらいです。このアーモンド柔らかいです。普通の結構アーモンドって硬いなって思うんですけど、すごく柔らかかったです。あのアーモンドはナッツの中でもビタミン E が豊富に含まれていますし、クルミはやはりオメガ3系の良質のねオイルが含まれていますので、どちらもおすすめのナッツになります。はい、今お話ししましたナッツなんですけども、痩せ効果高いんですよ。低糖質食品、まあ、ろ過防食品になりますし、脂肪燃焼効果や代謝もアップ、また悪玉コレステロールも減らしてくれます。そして嬉しいのが栄養価が高いので、やはり栄養しっかりおやつでも取れて、まあ、結果痩せ体質になることができますよというおすすめのおやつでした。さあ、いかがだったでしょうか。今回はローソンさんで選びましたダイエット向きのおやつトップ3ということで、私の腸活専門家の観点から選んでみました。あなたの日々のダイエット中でもね、やっぱり美味しいおやつって食べたいじゃないですか。その時にちょっと欲しいなっていう時のね、ご参考にしていただけましたらとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。